ご紹介します。七北公園は仙台でニコタンが1番か2番くらいすごい好きな公園、小さい子供から大きい子供まで遊べる遊具がたくさん揃っているのでおすすめです。とってもおすすめです。でしかもすごく広いで、駐車場は確か30分50円かな、すごいたくさん遊具があって駐車場も比較的安くて中心地にあって緑がすごく多くてすごいおすすめです。今日はそんな七北公園をご紹介します。さっきまでのところはあっちにちょっと大きい子が遊ぶ用の公園があったんですけど、こっちはね小さい子が遊ぶムーミンの、ムーミン公園っていうのがあります。ムーミン公園って私が勝手につけてるんだけど、すごい可愛らしい公園なんです。ちょっと見てみましょう。
七北公園に3時間以上いました。すごい久しぶりに来て楽しい時間を過ごしました。明日も来るよね。え、明日も来るの？明日はおむすびコロリンで泉ヶ岳です。春休みの前半はちょっと花粉症で潰れたので、後半巻き返したいと思います。昨日は冒険広場、今日は泉区にある、七北公園、そして明日は、泉ヶ岳にある、キャンプ場のところで遊ばせたいと思います。じゃあ今日はこの辺で七北公園のご紹介でした。バイバーイ。おい、バイバイ。え、来てる公園の場所